生徒の皆さん、保護者の皆様、こんにちは。学校長の倉俣です。皆さんお元気でしょうか。学校の方はコロナの騒ぎとは裏腹に、初夏の風、鳥のさえずり、青葉の緑が目の中に飛び込んでくる風景が広がっています。休校が始まって早2ヶ月が過ぎました。私も最初は4月に皆さんと会えることを楽しみにしておりましたが、残念ながらことはそう簡単には運ばず、まだまだ先の見えない日々が続いております。ただ皆さん、よく言います、ピンチはチャンスである。確かにこの2ヶ月間、皆さんたちは毎日非常に辛く厳しい日々を過ごしてきたかと思います。ただその分、1日24時間を皆さんたちの意思で自由に使えた時間であったということも言えるんではないかと思います。3月4月からこの5月にかけて、非常に皆さんたちにとっては時間的にいろいろな形で利用できたのではないかというふうに思います。もちろんこの時間を有効に使うということは、皆さん一人一人がきちっと一日の生活を考えないといけません。当然その中には、皆さんたちの将来を考えた時には学習も必要です。しかし学ぶことはもちろん大学受験のための学習だけではありません。成長していくために学ぶことはその他にもたくさんあります。まあ、そういう中でこの残りの1ヶ月、5月を皆さんたちにはぜひ過ごしていただきたいというふうに思っております。学校といたしましても、4月からこの5月にかけて新年度がスタートしたんですけれども、なかなかうまく毎日が進まないということでは困りますので、皆さんたちに教科書、副教材等をお送りして、学習における課題というものをお願いしてきました。連休明けからはその課題をですね、授業の中でも生かして進めていこうという計画を立てておりましたが、残念ながら5月の連休以降も休校という形になってしまいました。そこで学校としてもですね、この5月をどういう形で皆さんたちに過ごしてもらいたいかということを先生方に考えていただき、そういう中でこの5月には来週からいよいよ始めますけれども、学習に対する動画を配信して、その動画を生かしてですね、ぜひ皆さんたちの学力維持向上に少しでもお役立てできればということで始めさせていただくことになりました。本校といたしましても、この動画による授業、ホームルーム等は初めての試みでございます。1年生、2年生、3年生本校の場合にはそれぞれ今学習環境が異なります。2年生は iPad をすでに学用品として持っていただいておりますが、3年生はそれがありません。1年生もこのコロナの関係でまだ納期が遅れております。そういう中でどういう形で皆さんに提供できるかということを検討を重ねてまいりまして、来週の月曜日からその動画を発信することになりました。ぜひ皆さん、この動画を生かしてですね、少しでも皆さんたちの再開に向けた学力の向上につなげていただきたいというふうに思います。でさらには、先ほど申し上げましたように、学力以外にもたくさん学べることはあると思います。その一つの例としては、やはり私は読書、やはり読む力というものも身につけていただきたいというふうに思います。いろんな人のその書籍、書物を読むことによって、その人の考え方であったり価値観、自分の持ってないものをですね、
いろんなことを学んだり知ることができます。それが皆さんのこれからの人生にも必ず私は役に立っていくんではないかなというふうに思っています。ぜひこの読書というものもこの残りの1ヶ月間毎日やはり決めてですね進めていただければなと思います。さらには人の話を聞くだけでも皆さんたちのこれからの人生進路にもたくさんいい影響を与えてくれるんではないかなと思います。特に皆さんたちの先輩であるお父さんお母さん、さらにはおじいちゃんおばあちゃん、さらには身近にいるご兄弟、そのいろんな方の話をやはり聞くだけでもですね皆さんたちが今までに気づかなかったそのご家族への感謝であったり思いやりであったり、いろんなことを気づかせていただけるんではないかなというふうに思います。そういう意味でもこの与えられた時間の中でですねいろんな人と身近な人を中心にやはり会話をしてお話をして、そういう方からもいろんなことを学んでいただければというふうに思います。皆さんの周りにはたくさん学ぶそのようなアイテムがあります。先ほど申し上げましたように、学校にいれば決められたことを決められた時間の中でやるということで楽かもしれません。しかしこれからの皆さんの人生はやはり自ら学び、自ら考え、自ら切り開くという自主創造の精神が非常に大切になってくるのではないかなというふうに思います。ぜひ身の回りにある皆さんたちを成長してくれる、させてくれるものを見つけてですね、この残りの1ヶ月間毎日を有意義に過ごしていただければと思います。保護者の皆様、本当に長い間、休校という形でですねご家庭でも非常にご心配な日々が続いていると拝察申し上げます。学校といたしましてもですね、一日でも早く、生徒皆さんとお会いしてですね学校生活を充実させたものにしていきたいというふうに思っておりますが、なかなか現実は厳しいという状況でございます。もう少し時間かかるということになりますけれども、ぜひご家庭の中でもですね、先ほど申し上げましたようにお子様といろんな話をしていただきながら、人生の先輩としてもこれから将来に役立つようなお話をしていただければと思います。学習のサポートとして、少し遅くなってしまいましたけれども、来週からは動画にある配信も行います。ぜひそれもですね、生徒一人一人が、6月の授業再開に向けて少しでも力になるようにということで準備いたしましたので、ぜひご利用ご活用いただければ幸いでございます。まだまだちょっと大変な日々が続きますけれども、学校再開に向けてですね、ぜひご家庭でのご理解とご協力、さらには感染防止に対するご協力も含めてお願いしたいというふうに思います。結びになりますけれども、この残り1ヶ月ぜひですねいろんなことを考える上でも貴重な時間になってきます。以前からも申し上げましたように、やはり今一番大切なことは自らの命を守ることでございます。そのためには不要不急の外出を避ける、それがひいてはご家族やご友人、大切な人の命を守ることにもつながっていきます。まだまだしばらく厳しい日々が続きますけれども、ぜひこの厳しい日々を乗り越えて6月からの学校再開に向けて頑張っていきましょう。先生方も皆さんたちと会える日を楽しみにしております。その時が来るまでもう少し頑張っていきましょう。以上です。